こんばんは、速稼塾の久保です。なんか素晴らしいニュースが入ってきました。ずっと気づかなかったんですけども、さっきね、U-NEXT で、ロッキー見てたんですよ。でロッキーの続編のクリードっていうのがあるじゃないですか。でクリード2が出てきました。炎の宿敵っていうね、かつてイワン・ドラゴっていうソビエトのプロボクサーの選手と戦って、かつそういったねロッキー4っていうのがあったんですけども、あれの続編のクリード2はそのイワン・ドラゴの息子と、あとアポロ・クリードの息子が戦うっていう感動のシーンでラストを飾ったんですよね。そこでは出演したロッキーの家族模様とかが書かれていたりね、なんか胸が熱くなるところがあったりで、墓標の前のアポロクリードの前にですね、主人公のクリードが現れて自分の家族と子供を紹介するっていうシーンで終わるわけなんですけども、よかったですね。そのクリードなんですけども、なんとねクリード3が2021年どうもね公開されるようなんですよ。ちょっと画面切り替えてください。たまたまねクリード3で検索してみたんですけども、こういう風になるわけですよ。クリード3は2021年に公開されるんではなくて、制作がスタートしたってことなんですかね。2020年の12月29日マイケル・ジョーダンが監督してクリード3で主演すると。マイケル・ジョーダンっていうのはこのロッキーのね弟子というかアポロ・クリードの息子であるクリードの主人公なんですけども、これがマイケル・ジョーダンというんですけども、今度は彼自身が監督をするみたいなんですよね。ここにほら記事がだいぶ出てるでしょ。だから本当に始まると思うんですよ。ドルフ・ラングレンはマイケル・B・ジョーダンとクリード3を支持することを望んでいるということなんで、多分ドルフ・ラングレンがまた出るんですよね、きっとね。スタローンはすでにクリード3のクラバー・ラングの息子を見つけましたか。あ、クラバー・ラングね、ロッキー3で出てきたクラバー・ラングの息子が出るのかもしれないですね。いや、これもなかなか見ものだなと思いますよね。クリード2以上の作品はもうできないんじゃないかなと思ったんですけども、やるつもりですよ。ちょっとこの記事見てみましょう。2020年12月29日です。これをクリックするとこうやって記事が出てきますよね。マイケル・B・ジョーダンがボクシングの続編クリード3で彼の監督デビューをすることを確認したということでございます。シルベスター・スタローンもまだ健在ですね。まだね凛々しい顔をしてる。ただまあ70歳のおじいちゃんだと思いますけども、やっぱロッキーの続編見たいですよね。ロッキー自身が戦わなくてもその弟子のクリードが戦うところ見たいなと思うのが、やっぱ格闘マニア、それからねボクシングマニアの私でもあるわけなんですけども、いやー、こう書いてますよ。なんかそれが起こらなかったふりをするので、私は彼にそれについて話しませんでした。私たちはすぐに別の心情を作るつもりです。そして私は生きている最もセクシーな男を必要としません。あなたは私が何を知っているか知っています。マリ、私はそれを必要としないだけです。どういう意味なんか全く分かりませんね、これね。全く分からない。クリード3はマイケル・ジョーダンと監督がスタート交渉に参加していますということなんで、とりあえずね、Music is all over this piece, and it's so intrinsic. Was this an especially musical set? Ah, これだ。Tessa was the DJ in the hair and makeup trailer. できるんだ。よかったですね。はい、ということで、クリード3がね、楽しみですね。制作が進行して、2021年。マイケル・ジョーダンの、なんか肉体の問題もあるんで、あんまり時間かけると、年老いちゃいますんでね、あの筋肉が。だからやっぱり来年あたりリリースされるんじゃないかなと思います。まあこのノリでね、ナイトライダーも続編作ってほしいもんですよね。デビッド・ハッセルホフ、よろしくお願いします。いってらっしゃい。